歌川国吉、日本百姓伝よりご諸別王の創造図、ご諸別王は、日本初期等に伝わる古代日本の皇族、豊吉入彦の命の賛成孫で、彦教子魔王の子であり家の子。の祖。日本初期では、ご諸別王、他文献では、大井ご諸別名、ご諸別名、渡る母里別名とも表記される。日本書紀、慶光天皇56年8月上によると、 認知に赴く前に亡くなった父の彦京島王に代わり、東国統治を命じられ、前世を敷いたという。映像の騒動に対しても、速やかに平定したことや、子孫は東国にある旨が記載されている。新先生史録では、次の氏族が後営として記載されている。また後所別王の子に、太公殿別名、椎里別名、鹿和が別名がおり、それぞれが、噛み付けの国像。 張合鴨国像、浮北国像の祖であるとされる。日本初期、す神天皇団には、上助の君下しの君の祖として、豊木入彦の命の記載があるが、東国には至って、おらず、孫の彦京島王を元特に認じられたが、不妊途上で、亡くなっている。東国に赴いたのは御所別王が最初であり、御所別王が、実質的な家の氏族の祖と言える。また、 御所別名の活躍する世代は、主人天皇の次の世代にあたることから、御所別名が、豊木入彦の命のひ孫であるという系譜には、相当な疑問が提されている。仙台球児本理、国造本理バリアイガモ国造上では、噛み付けの道祖のおほ別名氏の仕入別名を、国の宮津湖に定めたとあるが、このおほ別名は、御所別名の動きとする説がある。 ありがとうございます。